草刈さんの旗の屋、引っ越した先の家です。今日はいてはるかな。いてはりませんね。今日は車が止まってるんでいてるんかと思ったんですけども、車、これ草刈さんの車だと思うんですよね。で、中には大東の中村春樹市会議員のリーフレットが置いてるんですけども、大東はそろそろ選挙でしたかね。まだ選挙やったんなのかどうなのか。これ多分ね、これ娘さんの自転車なんですよね。で、問題なのはこれ、なんで住所を泉大津市内ですから何の問題もないはずなんですけども、なんでこれを変えてんのに、住所変えてんのに届け出しないのかということなんです。住民票がどうなってるのか分かりませんけども、ひょっとしたら、東洋中学にまだ娘さんが通ってて、その学区がここであったら清風になるのかなというようなことも考えたりはするんですけども、とりあえずまあいてないということです。